昔ね、昔山はのその門松と多治見での物語や、アマテラスの冒険とか、少女アマテラスの冒険とかいう形で、その誰かが脚本にしたことがあるの。ね。で、そんなんに使われた曲とかは、今回結構その、うち作曲作詞してる。そのまあ、一番その中でキーになったのが、その、おばさんの多い洋服店やってんけど、まあそれはそれとしても置いておきましょうね。もうすでに YouTube にアップしてるけどね。で、それ以外の歌は、他の著作とかに使われてるのかな。で、あ、うちの歌かな。結構ね、歌と、あと創作作品。それどっちもうちがやったっていうの、今回珍しい。前も一遍あったけどね。両方やるなんて贅沢すぎるとか、謎の理由？謎のその評価項目があったわけね。全部自分で一生懸命やってね、自分の人生からひねり出して紡ぎ上げたものでも、それこそが羨ましいって憎まれた、そんな、時代もあった、次元もあった、時代もあったかな。そういう精神状態というよりかは、そういう精神レベル、発達レベル、精神発達レベルの世界もあったわけね。それは、あまあもそんなに、すごく反応する発達程度ではあったってことなの、実は。じゃあ、次元の違いっていうのは、あまあの発達の程度の、その進歩の物語であって、それは何かって言ったら、一番外側から見たら、あまあっていうこの受精卵の細胞分裂のはかどり方の話なのね、実は。なんか、どん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 発達、精神発達はしていくわけなのね。それは、細胞分裂の、というか、まあ、一番外側から見たら、これはまあっていう、その受精卵だから、それがどん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 細胞分裂のやつ、一番外側で、あのあって人間にならないんですよ、女性なんだけどね、それは。で、その、結局、その、少女アマタレスの冒険っていうそのドラマにおいて、童話になったのかな？それには、まあ、今、うちが言ったのそいつは、をまとめた人がいらっしゃったの。で、結局、なんで自分でそれ書かなかったんですかって、その次元の山はね、その、女性首相になったはずなの。女性市長か。あ、女性市長の次元もある。ね。女性首相の次元もある。そういうコース、政治家のコースを読んだ時の話なの。その時は、どなたかに書いていただいたわけなんです。まあ、いわばね。あ、どうぞ書いてくださいって、その次元では言った。でも、今回自分で書きなさいって、ハメネイ師にきつく言われてる、ね。そこを人に委ねるから、君の場合は非常に困ったことになるぞと。君の世界を他人に書かせるなって、ハメネイ師にこっぴどく怒られた。だから今回本当に必死で自分で書いてるからね。自分で楽に化してるからね。で、その、少女アマテラスの冒険において、その一番ハイライトとかクライマックスのとこが、やっぱりそのパクトラ界だったの。その少女アマテラスの冒険でも、かつての知名度が終わりになったんですね。で、結局まあ、町長発信でその、弁論部のをしたわけ、重ねた。それはまあ、インスタグラム、をご覧になったらね、明日にわかると思う。人が消してなければね、パクトラカイさんがご自分の、コメント削除してなければね。もちろん、一生懸命ヘイトスピーチの定義について、わあ、打ち込んだんやろなと思うの、ーンって削除してあげたからね。ちょっと、言いながらせいと思って、ああ、一生懸命やったって。で、パッと見たら出てる。お、ちょっと前に書いたな、バーンって削除したって。もう二度と書きようらへん。それしんどかったやるな。あんだけがどんなんざまあかんかん。うちの投稿を邪魔するから、うちの投稿やからうちが消せるよね。他人のコメントでも。そういうのちょっと利用して まあちょっとギャグ見えてるけど、本人はブッカーとしちゃってるな。もう、だって見てへんもん。あ、長文書いてる。あ、なるほど。ヘイトスピーチに関する長文書きよってんな。定義に関する。あ、ざまあかんかんって。晒しやがって、一瞬ポーンって消しとって、大してまずに。一行二行で、ぷっと砂糖とドーンって。そんな意地悪もするよ、その町内からね。おばはんやからね。ただね、その、結局、最後のクライマックスはどんどん金額積み上がってくるでしょ。パクトラ会が。うちのどの投稿にも同じような 悪口書いてるんだからな。で、それしたら、あ、しかもその、お前のやつ、あれを教えろって言うやろ。何か教えろって。それはちょっと、あ、ご依頼ですね。じゃあ、解析結果出ましたって。その解析の中身は、パクトラカイに関する分析結果の。で、この分
分析論文作るのは非常に非常に困難なことがございまして、1通5000万円でございまして、その単価もちょっとずつ上がってくるタクシーの携帯にほんでそれについてそのパクトラカイさんがね、その非常にそのなんちゅうかな反応するじゃない。でもうめっちゃもうだん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 ね悪口のクオリティ下がっていくわけ、パクトラカイさんのね、パクトラカイさんがうちに対する悪口が、その金額の話になってたらめっちゃクオリティ、もともとクオリティ高かったけどもっと雑になっていくね、クオリティないまま。前はもうちょっと丁寧に同じクオリティのしょうもない悪口をね、もうちょっと作り込んでるのもいないけど、ご本人作り込んでるつもりくんみたいにしっかり考えて、めっちゃうちのこと分析してるつもり込んで、定型文ペロッと貼り付けて、ちょっと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 修正だけして、新たに打ち込んだぞ、私コピーちゃうからのーみたいな、それやったらコピーでええやんみたいなもんじゃねえから。とはかでもそれに対してね、今回言ってへんけど、前回かな、まあ、前回そういう機会になって、そういう運びになって、しまったストーリーになってしまった時にね、結局、やっぱりお金の問題になったら、あの、焦って、慌てておられるようですね、って言われたんだけど、あれ、今までちょっと違いますね、とかね、波動がとかなんか、急に焦りのモードになっておられますけど、なんですかって。こういう金額論は、恐怖を感じますかとかって。いけませんねとかって。何言ってんねんて。そうやって金額を釣り上げて、追い込んでるつもりだろうかなとか、それとかなんかそのしょうもない武芸者みたいなリアクションしやんねんけど、それとかその、今回書いてるのあるよ。こうやってすぐ何億円とか書くやつは、何千万とかかかる精神病の特徴なんじゃまあ身近におるんでしょうね、まあ、ご本人がそうなんかもしれない。あ、そうですか、なるほど。しかしその結果に関するあの鑑定を差し上げますけど、これ非常に困難なあの調査、現地調査がいりますので、現場調査、そのある孤島のこと現場って呼んでるからそやら向こうはそのつもりやから、いや、こんな現場ちゃうわ、とか言うかもしれんけどな。でも顔現場ですよ、とか言って。いや、知らんけどな。顔、それそのものが現場ですよ、その現場って呼ぶにふさわしい、そこでいろんな労働者がその顔で働いてますよ、みたいな。サービスとして、あ、飛び職が、ピューって飛んでっちゃいましたね、って飛ばすが。そんなバージョンもあって。で、ただ、とにかくその、その精神病特有やねんて、あ、なるほどって。で、さすが、こういったものは精神病特有っていうふうにおっしゃるっていうことは、もう相当精神的に追い詰められてますね。やっぱりあれですか、金額ですかって言われてます。で、何言ってやるって、俺がおめえを追い詰めてるんだ。おめえが俺を追い詰めてるんじゃねえぞみたいなリアクションが出てる。間違えるなって。買いかぶるなとか、あ、違う、自分の手柄を俺を買いかぶるなって言ったんじゃねえぜ、手柄を買いかぶるなって言ってんだよみたいなイメージそういう展開もあったけど、もう今回しんどいやろだからその少女アマテラスの冒険の一つのバージョンとして、あのアマテラスヤンキーバージョンじゃなくて、いろんなバージョンあったそれが結局そのコンピューターの、ギャルゲーにもなったらしくて、その事件でそのこのうち政治家やって、小池百合子っぽい政治家やって、あ、そういう風になっているみたいですねってコメントをなんかニュースでなんかしてたのになかったっての、だからあなたたちちょっと遊びすぎじゃないですか私でっていうのは、そのな面白いか知らんで、ね、でもその面白さに溺れないことが大切ですよって、お前やお前やお前やってくんねやろでも刺さってるのはうちの中にいるあなた方の自我なのって